石碑正面、近藤十三ゆかりの地は、北海道上川郡ワッ町あざ塩潮刈りにある石碑。江戸時代の江戸地探検家である、近藤十三の自席を記念して建立された。石碑正面か石碑背面、近藤十三は1807年の第5次江戸地調査の折、11月10日に、のか南を出発して、山中での熟し、11月12日に、ビビに着いた。 碑文では、近藤十造は1807年8月9日、函館を発して、海岸天を来たが、海が荒れて、利尻には渡れず爆壊草屋で実情を調査して、手塩川を遡り、この地にの宿し、死亡した獣者をここに埋葬して、上川入吉ピップの田瀬に出た。1928年9月砂利最終の折、ここから、日本刀一ぶり掘り出したので近藤十造ゆかりの、 地として永久に保存したい。佐藤センスと伝えている。住者志望や服装の記録、発掘品に関する記録や現物については不明だが、1968年9月23日には、坂東光太郎、佐藤センス、伊藤義弘、菅井健次郎、野崎三郎の5人が、近藤十三ゆかりの地目標を混流。この年は、海道100年にあたることから、 混流式には5人の他当時の羽賀と潮町長ら4人も出席した。1976年10月9日には近くの牧場から掘り出した高さ0.7メートル、高さ1.4メートルの石を使ってワッサム町が石碑を混流、大事は羽賀町長が記した。石碑は2021年6月4日まで国道40号とマタルクシュケネブチ川が交差する。 辺りにあったが、国道の傘上げで、石踏みが低くなり、見劣りがすること、堤防の造成で台座の一部が埋まったことなどの、理由から同月、バッサム町は300メートルほど南の旧、塩刈温泉跡地内駐車場東側に台座を、新設して、石碑を移設した。駐車場工事は8月まで行い、公園や石碑は10月初旬の町民植樹祭や、 近藤十造生誕250年記念行事で披露する予定である。高橋はじめ、近藤十造の手塩、腰隆と校北国研究収録第2号、名寄市北国博物館、1998年3月31日、ピアニッシモ1から34、ワッサム町民に逸話集統列の響き、昭和、平成編、ワッサム町教育委員会、 2005年12月31日、ピアニッシモ、238から239、ワッサム長100年史ワッサム長2000年3月 P943。ありがとうございます。